た目も立派だけど、中はもっと豪華だな。しかも、あちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。ひひひ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。え、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。冒険だ、冒険。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に眼神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。全力攻撃。吸引テスト開始。ネバネバ。へい。6308式ユニット。無双の風。シミュレーター。ゲッ。人間姿を見せよ。隙あり。ふん、裁きを受けよ。治水の矢。少しは成長したようだ。ふん。
実にいい力だ。これを試してみようか。安全距離、安全距離。もっと早く逃げた方がいい。断罪の名に。らしくないね。へえ、これほどの実力、道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。冒険だ、冒険。捕まえた。断罪の名において。無駄だ。会議だけじゃダメだよ。火炎よ、燃やし尽くせ。やるじゃないか。安全距離確認。みんなは俺が守れ。無双の風シミュレート、姿を見せよ。やるじゃないか。ああ、その剣筋確かに面白い。だがここまでだ。君案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。はなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。犯罪の名において。安全距離確認。6308。クッ
お嬢様の仰せのままに。砕けろ。吸引テスト開始。砕け散れ。裁きを受けよ。触れるわけには。不運の連鎖を断ち切れなかった。食らい尽くせ。砕けろ。6308。はっ。逃げられると思うな。冒険だ冒険。想定内の不運だ。安全距離確認。判決を下す。またか。6308式ユニット。うつけが。7号式モジュール。6308。断罪の名において。いや、はぁ。逃げられると思うな。裁きを受けよ。食らい尽くせ。6308式ユニット。安全距離確認。お嬢様。よし、出発だ。逃げられると思うな。せっかく手に入れた。ふぅ。
そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それって、おそらくね。それが本当なら、さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ。幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェ湖を襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます。手段があるに決まってるだろ。思い出したぞ、ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に、女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。
黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに。ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけどそれはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。なんだあれ。渦の魔人オセル、その神力だ。我はよく知っている。注意して避けろ。ファデューイが攻撃を早めてます。やるわね。この剣が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。攻撃が来るぞ。ファデューイめ、もうダメなのかい。キュンキュン、また失敗しちゃった、うん、これで元気を出しておくれ。これって戦力。この光、絶雲の間の時と同じ。うわぁ、ビンバーヤの衝撃波だ。すごい。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。
魔人戦争の時も私はこうしました。カオはこんな一面もあるのか。夜叉の名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。早すぎー。強い魂と筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。みんな気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりこれさえ耐えればあとは平気。そうよね。軍玉閣に登るファデュイが減ってるわ。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。強皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願おう。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。この不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。リュウンや、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。
彼女にとってあれは証人として、そして七星の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。あ、私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし、おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？皆様、この度はありがとうございました。何者だ？仙岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。
契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、龍雲。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コウマ大勢。コウマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず往生堂に行って勝利に聞いてみよう。お二人さん、何かご用でしょうか。往生堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、孔子。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と孔子だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。落ち着けって。黄金屋での一戦みたいなのはもうゴリゴリだぞ。11執行官のうち2人もいるんだ。戦わない方がいい。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。
また会えて嬉しいよ。はっ、お前がファデュイの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そう、立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通りあんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。何の話だ？契約は成立した。何時に渡そう？ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が元王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファディにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引、俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リユエコは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて極限になるまで圧をかけて爆発させる、まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいい。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺、勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。ああ、ずっと手中にあった神の心も、ついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで、神の心を手元に取っておいた。つまり、もし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーユエを助けてたってことか？当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーユエも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの淑女も、氷人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり、俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？
礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。うん、誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そうだけど、今のリーウェにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか。ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？普通に考えたら確かにないな。はあ？だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。いいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。操船儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。ガン王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、ガン王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど元王帝君の件もあったしな。な、元王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じっていう可能性あると思うか？言われてみれば確かに、うん、可能性は高いかも。わかったぞ。きっとそいつが魔人と結託して元王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかしどんなやつなんだ？今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それよりあの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜もいつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また噂を信じ憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれないか。はあ、七星の言い方だとそんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんて
なんだかおかしいぞ。それに理由自体も急に考えたものみたいだし、まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし、神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろ？そうだ、操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は皇天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか。ん？彼女こっちを見てないか。旅人。うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。若い。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。では人探しのお知らせを。今日わざわざ高校を使ってきたんよ。まさかほんまに岩王帝君に捧げるものやったとはな。まあこれでライバルが一気に3人も減ったっちゅうことやな。ふふん。リーユエの人間と仙人の関係はどんな形になるんじゃろうな。はあ、帝君、帝君が、ん？ところで、皆さんはきっと私と同じ気持ちですよね。岩王帝君に関する記念品こそ、今一番の勝機ではないでしょうか。もう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている。新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな、勝利。3倍酔いならまだ信じるけど、新月券はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。
しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら元王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ。ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。ああ、神の意志によって定められた鎖国だ。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を元王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーウェの元王帝君だし、何か知らないか。稲妻は一体何のために鎖国したんだ。それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関、それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そしてライデン将軍は永久を追求する神。永久の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も行ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永久だけが天理に最も近い。さて、他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに
帝君は死んでいないことを知ったからだなあ。七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか。さて他に知りたいことは？そういえば七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいでファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは孔子のせいにして彼をクビにするだろう。さて他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七星へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると最初に奪権を言い出したのはおそらく。さて他に知りたいことは？そうだ、今神の心を持ってないんだろ。テイワットのモラはどうなるんだ？モラクスの死によってモラは消えるのか？それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろ。この先大丈夫なのか？現存のモラは消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは眼神の力が必要だからな。うわぁ、これからモラがなくなるぞ。世界の終わりだ。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい、こういう難しい問題はリーウェ七星に任せよう。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとかあるのか？へそくり？ふん、普通に考えてそれはいいものだな。しかし。しかし？しかし忘れていた。さて他に知りたいことは？では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。